ケチケメイトテは、ハンガリーのケチケメイトをホームタウンとするサッカークラブ。ケチケメイトテは1911年6月11日に創設されたが、1904年にケチケメイトで試合を行った記録がある。当時のクラブカラーは赤と緑だった。最初の公式戦は、KSC に敗れたが、2試合目はソルノク MV に5から1で勝利した。 後にケチケメートテと KSC は合併し、KSC のクラブカラーだった紫と白が引き継がれた。1947年、ネムゼティバイノクシャーク2に初昇格し、1954年まで連続して所属した。この期間の最高成績は1949年の4位だった。当時のチームには後に、フェレンツバーロシュに移籍し、ハンガリー代表として76試合に出場した。 フェニベシマーテイが在籍していた。クラブ創設から97年目の2008年、2007から08シーズンは、ネムゼティバイノクシャーグ2、東地区で優勝し、ネムゼティバイノクシャーグ愛発昇格を果たした。最初の試合は2008年7月28日のパクシ、戦で、チョルダーシュチャバが、チーム初得点を決めたが、後にケチケメイト手に移籍したテケリアティラの2得点で、 1>, 1から2で敗れた。昇格1年目の2008から09シーズンは16、チーム中5位で終える、好成績を残した。クラブ創設100周年の2011年5月17日、マジャルクパ決勝で、ビデオトンに3から2で勝利し、初優勝を果たした。マジャルスペルクパでは、リーグ優勝のビデオトンに0から1で敗れた。クラブ初の欧州カップ戦となった UEFA。 ヨーロッパリーグ2011から12は予選2回戦でアクトベに敗れた。2014から15シーズンは16チーム中9位で終えたが2015から16シーズンのライセンスを取得できず降格が決まった。ありがとうございます。